こんばんは。こんばんは。はい、虚構の劇団チャンネル、特別旅団バージョンでお送りします。久々のユーストリームでございます、はい、ということでですね、今回青春の門の特別バージョンということで、はい、お送りするんですけども、千葉さん、はい、青春の門ということなんですけども、今回ですね、なんと今回のユーストリームには客演の方も参加していただけるということでですね、はい、まずは客演の方を紹介したいなと思っております。伊藤さんからどうぞ。どうも、伊藤です。お願いします。伊藤浩一さんですね。はい、はい、小林夏子です。よろしくお願いします。はい、あのお二人はですね、あの千葉さんの演出はもう何回か、千葉です。千葉さんの演出の舞台に出られてるんですよね。そうですよね。はい、はい、伊藤さん、はい、失礼します。伊藤さんは何の舞台に袴だれはどこだという、あ、はい、TPT です。そうなんですね。あれ、夏子さんも TPT ですか。はい、とノイズオフも知ってます。はい、ということで、まあ何回目かの出演ということで、はい、千葉さん、はい、はい、松田香織です。よろしくお願いします。はい、ポコポコクラブです。はい、はい、佐々木武史です。よろしくお願いします。はい、武ちゃんとね。はい、磯部里奈子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、といったですね、今回客演の方も一緒に交えるですね、ユーストリーム、はい、で今日もう一人、実はですね、大沼優子さんいらっしゃるんですけども、ちょっと今日はお仕事の都合で出演できないということで、またね、ユーストリーム機会があればぜひ出演していただきたいなと思っております。はい、はい、ということで、今日のユーストリームはどんな内容でございましょうか。今日のテーマは、はい、青春のモンモンです。はい、青春時代にモンモン、モンモンと悩んでいたことや、あの今でも悩んでいることとか、青春の時あの頃は若かったっていうエピソードを募集します。メール、ツイッターではハッシュタグ虚構を UST、 今出てるのかな、画面に出てるのかな、はい、で、メールでは、虚構アンダーバーサードステージ .com、 虚構アンダーバーサードステージ .com で募集しないで。もう何回もやってるでしょ。確認しないで。確認したらちょっと、そうね、はい、青春のモンモン、あ、でも、で、そして、あ、今回もそう、チケットの生電話の企画があります。ネットで手売り生電話ですね。ネットで手売り生電話があります。はい、で、配信中に今もう出てるのかな、番号出てますね。下に出てる番号にお電話いただくと、直接この番組内でチケット予約できます。で、その際にこの出演者、誰でも好きな出演者、役者を指名していただいて、電話で直接話してチケット予約できるんですけど、その特典で、感激当日にその役者の、指名した役者のサイン入りパンフレットをプレゼントいたします。ちなみにこれ千葉さん以外ということですね。あ、千葉さん以外です。役者千葉さん以外、千葉さん前回いいって言ったんですけど、出演者だけ、でも今回客演さんも OK なので、はい、よければお電話お待ちしております。お待ちしてます。青春のモンモンって言うけど、でも若いんじゃないですか。ね、磯部ちゃんとか若い人だ、ね、そうです。21になったばっかり。なったばっかりでしょ。なったばっかり。この間お祝いしました。三月よりも年下。一応私、今も、今21なんですけど、1個下か、そうです、学年が下、学年が1個下、うん、で、一番若いのはでもカイトか。カイト、まだカイト19歳。千葉さん若いとは思いますけどね。まあ皆さん、じゃあ青春の、はい、まあ、お悩みとかそんな感じでしょうね。はい、あの、なんか手紙も来るんですね。はい、ごめんなさい、チケットの生電話の番号をちょっと一回読み上げさせてもらいます。確認しますか。はい、予約の生電話の番号です。070-6977-5264、 070-6977-5264で、2つ目が、070-6978-5264、 070-6978-5264、 この2つの番号で頼まれます。よろしくお願いします。絶対これで予約した方がお得です。お得です。お得だ。絶対予約するので、うん、まあ、青春のモンモンって今日のテーマなんだけど、はい、あれだよね。あの、いっぱい手紙も来てるみたいで、メール、はい、メールご紹介します。まみぞうさん、 ありがとうございます。こんばんは、久々のお便りです。私の青春時代の悶々と悩んでいたことは、高校の制服のスカートから覗く足のことです。学校の行事などがあると、うちの高校は清掃で黒いストッキングを履かなければいけませんでした。その時、今では考えられないくらい痩せていて、ストッキングのせいで足がキョロちゃんみたいで気持ちが悪いと男の子たちに言われていました。
その時はまだ子供だったので本当に嫌で嫌で仕方なかったです。なんでそこまで言われて吐かなきゃいけないんだよと毎回思いました。今思うと贅沢な悩みなのですが、その時は辛かったです。結局今は太ってたくましい足になってしまい、あの頃に戻りたいなと思ってしまいます。青春のもん楽しみにしています。ありがとうございます。羨ましいな、羨ましいね、光羨ましいね、はい、黒いストッキング履けることが、ね、そこで盛り上がるのやってくれる。ちゃんと聞いてメールを。ちょっと違うのか。ありがとうございます。ね、もうみんな自由だからね。人数が、はいはいはい、行きましょうね。ということで感じなんですけど、なんか来てます、大丈夫ですか？はい、なので皆さんのそういったもんもんとしたね、悩み事だったりとかね、解決しなかった若かりし頃の悩み事とか、そういうのを聞かせてもらえたら嬉しいなと思っております。はい、ということでまずはいつもね、トップバッター和樹なんですけど、今日は梅津が、はい、梅津行きましょう。梅津のモンモンは何を、はい、じゃあ話します。僕のモンモンはですね、男子校に6年間通ってたんですが、まあ、やっぱ女の子がいないということで、やっぱ文化祭とかになるとその数少ない年で女の子に会えるチャンスだったんですね。なんでこう友達とかがこう第2ボタンとか第3ボタンぐらいまでどん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 制服のこうホックとかボタンが外れていくんですよ、女の子が来るから。でこう何するわけでもなくこう廊下の角とかにあったとかやってるんですよ。で、演劇部だったんで、ずっとなんかその屋上の方にあるその中高堂でずっと2日間文化祭はお芝居をやってて、そういう人たちをこう横目で見ながら、何やってんだあいつらとか言ってた側なんですけど、やっぱり女の子が見に来るとちょっとカッコつけたくもなったりして、まあボタンが僕らもどんどん開いていくというモンモンとした話。これあれみたいです、あのモンモンしたらモンモンってみんなで言うと、モンモン、まだちょっとモンモンとしなかった、モンモンしなかった、まあまあまあモンモンレベル低かったんですよ。はいね、相当モンモンしたんです。トップバッター難しいだろ。ごめんなさい。はい、続きましてマナ。マナ、はい、私の青春のモンモンは中学校時代の話なんですけれども、あの生徒会長の先輩がすごく好きだったんですね。でそれで中学校の時にあのネームプレートっていうのがあって、名前は千葉さんの名前忘れました。でも忘れました、そんな、でその人が名前はって聞くのでも本当に初恋の人ぐらいに好きだったんですね。でもそのネームプレートをあの好きですってとか言ってもらうとか、その第2ボタンをもらうみたいな感覚でネームプレートとか組章とか校章とかもらってたんですよ。でその時に私がたまたまその卒業式の日に体調崩しちゃって、あの卒業式に出れなかったんですよ、先輩の。でも友達のお姉ちゃんがその先輩と同い年でもらっといてくれたんですよ、そのネームプレートとかを。だけど手渡しでもらってないし、好きだとも何とも言えてないし、実際喋ったこともなくて、でもネームプレートだけ手元にあるっていうもんもん。あんまりモンモンレベル上がらないと難しいね。難しい。今15モンモンぐらい。マックス何か分かんないけど。100マックス100モンモンなんですけど、ね。今から伊藤さん数えてくれそうです。あ、豊か回数を全部。じゃあ伊藤君お願いします。はい、モンモンレベル伊藤君が発表します。はい、次、あ、今回100円一発目タケちゃんですね。たけちゃんね、一緒にドラマ共演したよね、前ね。ああ、一緒にね、一緒に、そうそう、刑事役とハニー役でやったんですね。撮影中、超ふざけんのこいつ。ふざけてないなすげえ、最低だったのと。なんでって俺がモンモンする。たけちゃん、どうぞ。あ、そうですね、僕のモンモン、どうかわからないんですけど、やっぱ若い時って男の子なんで、やっぱりちょっとあの性的なものに若干興味はあ、来たね、それもちろんや。そのもん。それでやっぱり学生の頃なんで、やっぱりちょっとあの若いから AV が見たいってちょっとやっぱ興味はあったんですけど、やっぱ借りられないじゃないですか。レンタルショップ行って借りるとかがなかなかできなかったんですけど、ある場所にこの無人のレンタルショップみたいのがあって、そこ行けば店員さんとか誰もいないんです。あのお店の中に。それ高校時代。あの若かりし頃ね、2号室ごめんね、それで入るとあの ビデオがそれ
それモヤモヤですよ。モンモンだから。25モンモン。25モンモン。結構いった。25モンモン。中入るとね、はい、ビデオがもうずらーっとあのガラスケースの中にいっぱい並んであるの。あるね。で、番号をあの会員カード作って入れると、その番号入れるともう自動で機械が全部持ってきてくれるの。だからなんか若いけどあの人に会わずに AV 借りられるっていう。いい話じゃない。それさ、いい話じゃない。たけちゃんは僕と東京で青森なんですよ。で、青森ってね、なかなか田舎で借りるのが大変なんで。大変そうだ。青森の話。青森の話。あ、青森ってそんなとこあった。ごめん、東京の話。なんでですか。なんか演出家が怒るよ。ちょっと言ったら東京来てすぐの頃、東京来てすぐ一人暮らしして、その初めてそう東京の街を見て歩いた時に、そういう。何歳で上京したんですか。18、あの東京高校終わってすぐなったんで19。じゃあ19歳の頃の話。19、板橋区です。板橋に住んでてね。あったんですよ。確かに。今もあるのかな、それ。ああ、どうだろうね。モンモンレブ。今のですか。その前の。いや、今の。今の3。3です。じゃあ基準が。そうね。はい、次、みつき。はい、はい、私はお父さんがすんごい怖かったんですよ。はい、で、なんかちょっとなんかするだけで正座を数時間させられて、めちゃくちゃ理不尽だなと思って、なんでそういうことをするのって聞いたら、俺は柔道部だったから、あの柔道のやり方があるんだって言われて、あのモンモンしたなっていう。柔道部じゃないのにね。そう、私は柔道部じゃない。それを強制されたんだ。強制された。さてな、モンモン。それ全然よく喋れない。終わりですか。終わり。そうなんですか。5モンモンですね。みつき5モンモンですね。難しいね、モンモンとしたの。難しかったな。あ、それはだからお父さん、お父さんのそのやり方に対して言いたいけど言えないモンモンだったってことね。そう、理不尽だなって、親って。そう、今はないんですか。今もあります。あ、じゃあ今も続いてるんですね。今、あ、まあ、でも正座はしてないです。正座はしない。あ、なるほどね。わかりました。はい、じゃあ続きましょう。健之助。はい、ですね、モンモン、まあ今もいろいろ考えるんですけど、はい、友達って何なんだろうっていうことを考えまして、喋り場みたいになってきました。というのもあまり僕は友達っていうものが、人があまりいなくてですね、昔から。というのも人とその人と話すのがすごく苦手で、うん、今もんもん上がってますね。なのでその時から何ですかね、友達とか親友とかそういう概念って何なんだろうっていうのを、でそこから発展して、まあ、人生って何なんだろう、生きるってどういうことなんだろうとか、もんもんしてるの、一人でこうしてるの、もんもんとしてました。伝わるよ。そうね。弦のその答えは見つかったの。なんか答えは見つからないんです。友達が欲しいの。それも考えたんですよ。でも友達って何ですか。ちょっと皆さん変えますか。答えを持ってると教えてください。ツイッターで募集しようか。友達とは何か弦に教えてあげてください。ソーシャルストリームの方にぜひぜひ、ぜひ書いてくださいということですね。いいですか、それで。はい、何問目。それで何問。75。おお、すごい。で、それ書き終わりました。ちなみにこれね、ネットで生電話なんでね、チケットを皆さん募集しておりますね。はい、で、今すごい電話が寂しい感じになってますので、ぜひ電話で。お得な青春割引も。もう一回ね、言っておきましょうかね。青春割引も生電話で受付してるので。青春割引とは25歳以下のお客様、1300円割引です。はい、2500円が2500円になります。はい、私の、はい、2500円のチケットで、25歳以下の方、見れますよ。怒ってんの。はい、番号言っておきます。はい、ということで、皆さん電話お待ちしておりますので、ね。
ね、パンフレットいただいて、ね、もらえるっていうことで、はい、そう、これ電話した方が絶対お得だ、お得ですよ、はい、はい、ということで次は磯部ちゃん。はい、私は高校受験をしてるんですけど、私の中学生とか小学生の時ってなんかすごい恋愛ドラマ、なんか成就するようなハッピーエンドの恋愛ドラマ、しかも設定が高校生みたいなのが多くて、で私は高校生だったらこんなに素晴らしい高校生活が待ってるんだと思って高校に入ったんですけど、見てたドラマとか想像したものと全然違くて、もんもんしてました。え、どう違う、どう違う、なんだろうな、だからそのなんだろう、先輩がかっこいい先輩グループに目をつけられて私だけちょっと特別扱いみたいなのもあったじゃないですか。わかりますか、わかります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 、花より団子とか、あ、赤いのとか、そう、恋のだとか、そう、なんかそういうのばっかり見てたもんだから、そういう、そうか、そう、希望、そう、希望を持って高校に入ったら、口でいけない、ここ時代じゃないでしょ、そうです、ここ時代にそれをちゃんと入ったらそうじゃなかった、そう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 、絶対今はそれで今はそれ今はもう今は理想と現実のそれにモンモンしたわけですね、そのギャップにモンモンしてましたね、口をつくなるほどねありがとうございます。なんかお手紙も来てるみたいで、はい、ちょっとお手紙が来ておるので、噛みます、読みます。りんご丸さんです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。青春の門の出演者の方々が本番直前に髪型を大きく変えること、過去髪をバッサリ切るなどがあるのかないのか悶々としています。おお、私の感激モチベーションと感激回数に関わる大きな問題です。ゲストで大きく変えないと宣言してくだされば生電話かけます。あ、どうしましたか、どうだどうだ、みんな坊主です。すいません、キューブの話、みんな坊主です、みんな坊主です。まあ、千葉さんが言うんだったらしょうがない、しょうがないけど、じゃあ そんなあの千葉さんのモンモンを聞かせてください。いまだに演じるということもありません。あ、あ、もうちょっと掘り下げていただいて、終わり。いや、千葉さんが分かんないって言ったら、俺は分かんないから、ずるいよ、ずるいな、一言でこんな空気変えちゃうの。モンモンいくつですか、今。モン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 だ、なんて言うか、変わります、はい、モンモン担当か、なっちゃん、今の千葉さんは何モンモンでしょ。ゼロモンモンで。ゼロモンモン、ちょっと仲良くしてよ。磯部ちゃんが何モンモンだったんですか。それでなんか伊藤ちゃんがもうモンモンつけるの大変だからやめて、勘弁してほしいって言うから、じゃあちょっと香りがこれからつけましょうか。なんでよ。今日一の声で香りさん何モンモンかお願いしますね。はい、今千葉さんは、千葉さんのはゼロモンモンだったってことで、ゼロモンモンね、はい、ギスギスしております。はい、じゃあ次は光ですな、はい、光の青春のもんも、はい、私高校が土手沿いの高校だったんです、共学ので、学生の9割がチャリ通、自転車通学、3、40分かけてみんな行ってたんですけど、で定時制があったので6時に部活終わって一斉に帰るんです、みんな運動部とかも、で大体みんな土手をブワーってこう列でこう帰るんですけど、まあ、それで青春を感じてたんですけど、その土手で悶々とすることが毎日私は悶々としていた。何に悶々するの。カップル。同じね、同じ高校で付き合うと土手をこうみんなチャリ通でバーって行ってんのに、引いてゆっくり2人で帰れるんだっていう、じゃあカップルにいつもリリンって鳴らしたりとか、後輩だとリリンって鳴らしたり、シールでこう学年が分かるので、後輩だったらリンリンって鳴らして帰ってました。そうだ、今でもだから、その、え、自分はそれで、そういう風にカップルで歩けたの。歩けなかったの、高校時代一度も、はい、あ、はい、全高校時代一度も歩けなかったので、私は土手を自転車でデートするっていうのは夢です。それ今でもできるね。
うん、でもあの帰りの制服で2人でね、2人とも自転車なのに2人で歩くっていうのに憧れていたので。なるほどね。私は、はい。え、今のは何問もんでしょう、かおりさん。82。あ、うわ、やった。それはかおりさんと共感したってこと。すごい共感。絶対2人乗りで、あの通学できるって思ってた、高校になったら。あ、それちゃんと一緒なの。そうなの、そうなの。横乗りでこうやって行きたかったのに。行けなかった。まあ、9割チャリ通だったから、みんな自転車1個ずつ持ってたんだけど、うん、でも、その2人でゆったりで、そう、いや、でも、でもそれは憧れだった、うん、横乗りとかね、そう、憧れだったんです。あ、そう。あ、やっと1人目の電話が、皆さん、もっと電話待ってますからね。なるほどね、それもんもんしたわけですな。なるほどね、たけちゃんってね、俺ら青森だからね、うん、チャリ通とかじゃなくて雪だからさ、なんかでもちょっとそういうソリとかでしょ。そう、ソリ。俺新聞新聞配達した時はソリで心配しました。ソリで、ソリで雪だからバイクも使えないし。ただちょっとそのカップルとかは歩いてて、あの両脇の道の雪にさ、女の子バンって押してザブって入ったりとかしてるのカップルも見ると腹が立つから、あ、そういうこと、雪玉ぶつけたりとかして。まあそれはいいんですけど、ヨエさんの話じゃないんですよ。はい、ということなんですけども、伊藤くん。僕は、はい、伊藤くんのモンモン。僕今です。今モンモンとしてます。今モンモンとして、はい、何に対してモンモンとしてるんですか。小林さんからすごいいい匂いがするんですよね。わかる。モンモンとしてます。わかるな。何の匂いですかこれ。え、わかっ、ボディクリーム、なんだろう、なん、あ、ちょっともうモンモンとするから降りちゃったよ。確かにね、こいつじゃねえな。ね、私も言われるんですけどね。でもこの稽古場結構なんかいろんな人の匂いしますよね。しますなんか、光もいい匂いするよ、うん、なんかにすごい。どうですか。今日はしないけど、いつかなんかしてる時があった。してる時ある。あれもボディクリームですか。わかんない、なんですかね。どうでかなんだろう。あれか、今日しないんですか。今日はしないね。フロハンドクリームか。なるほどね。匂いってモンモンとしますよね、確かに。で、代わりに何モンモン。89。おお、高い。高いね。高い。光ちゃんより高いの。やっぱね、それはね、マジか。わかるから。それはわかる。わかる、わかる。でも、もも先生、それは何ですか。やっぱ自分、匂いがいい香りはするし、かつ、こう、自分がそういう匂いになれないっていうもんもんさも含めて、80。香りがもんもんしてるもんな。伊藤さんもいい匂いしますよね。あ、ぜひ劇場へ確かめに来てください。そんな近くまで呼んでる。匂いを嗅げるぐらい。なるほどね。はい、そんないい匂いのしてる夏子、なっちゃん。私ですか。はい。なんだろうな、私でも女子校だったのでそういう男女のモンモンはなかったんですけどね。もう3年間ずっと女子校で、うん、チアリーディングに明け暮れる日々でですね。おお。モンモンって言ったら、まあ上下関係、やっぱみつきちゃんみたいになんか一個上の先輩にもう奴隷のように扱われたりとか。それチアガールで。そうそう。あ、でもそれがなんか伝統で結構厳しくて、挨拶もそうだし、なんかちょっとやらかすと謝罪しなきゃいけないみたいなことがあったりとか。でもそういうのでなんかこうチーム連帯責任で一人チームの一人が例えば校則を破っちゃったとか、でそれで抜き打ち検査でなんかその交渉バッジをつけてないよねとかでチェックされたりすると、それを全員で学年全員で先輩のとこに謝りに行かなきゃいけないとか、そういうのがあって、まあその時は普通だと思って、それが普通というか慣れてたから、まあ自分も迷惑かけないようにしようとか、なんか友達の分謝ろうとかはあったけど、今思うとね、だってなんだそれみたいな。でもそれがあったんで、なんかすごいそのモンモン、あの時のモンモンに比べたらもう今は別に何でもいいやみたいな、モンモンとかないやみたいになれたから良かったですね。理不尽なことに対してのモンモン。そうそうそう、理不尽に対して。やっぱね、あるんだろうね。しょうがないもんね。うん、そう、しょうがないんだなって思った。確
確かに。でもチアガールをチアリーディングやってたってことは、うん、女子校でチアリーディングやってたってことは誰を応援するの？ね、分校に男子校があって、それモンモンしない？それは多分男子校の人はモンモンしたかもしれない女子はしないんだ。だってもうこっちは軍隊みたいな気持ちで行ってるから、真面目にやってる。もう先輩に怒られないようにすっごい一生懸命踊ってんのに、なんか男の子たちがなんかキャッキャッわーやんやんやん言われたりとかすると、もう本当に勘弁してみたいな、ちょっとこっち空気読んでみたいな気持ちだったんだけど、もしかしたらその男子校の方の野球部とか、あ、モンモンするね、するかもしれないね。確かに15歳から18歳ぐらいだもんね。いや、モンモン期だね。ね、モンモン期だからそうだったかもしれないですね。何モンモン？87。ちょっと伊藤君が一番だ。伊藤君聞かなかった。なんか来た？メール。あ、メールいいですか？愛知の竹内さんから。ありがとうございます。こんばんは。俺は青春のモンモンといえば言うまでもない三角関係でした。こっちに気がある子だったのに。もたもたしてる間に後輩に取られたりしても諦めてきっちり次に進むことができず、まだあの子は俺のこと好きなんじゃないかとか思って引きずったり、だいたいその子も後輩も一緒にバンドをやっていたりした仲なので、なかなか自分が地獄なのにも気づかないとは、これは俺若かったなって話です。意味わかります？いろいろと考え込んだし、から元気やら嘘でも笑うやら覚えたので、それは良かったのかもしれませんけどね。あ、悩んだおかげで何かにすがりたかった挙句、高校の頃ラジオで聞いてた小上さんを思い出して、天使は瞳を閉じてを見に行くきっかけになったりしたのとかも確かに思い出ですし、思い出せば情けないことが多いのですが、今あの頃の自分にアドバイスするとすれば、たとえうじうじ悩んだとしても、その三角関係についで真面目に直視した後でちょっと一呼吸置いたりできたら、それはそれでいいよねとか言ってやりたいです。君は間違ってないっていうメールをいただきました。はい、かつての自分に対してね、かつての自分にね、まあ悶々としたものから学ぶことは多しってことですね。確かに、そういうことでしょ。そうね、うん、いや、まとめたね。あ、なるほどね。ツイッターでもお便りいただきました。北京で痩せるエイモリさんからです。僕も梅津さんと同じく男子校6年間演劇部でした。文化祭での公演が終わった後、アンケートで多くの同輩や先輩たちが何々さんかっこよかったですと言われる中、僕に対しては本番中めっちゃツバ飛んでるのが見えましたという感想しかなく、とてもモンモンとしました。すごいわかる。ツバね、千葉さん今回結構あれなんじゃないですか、ツバ飛ぶんじゃないですか、近いんじゃないですか、お客さん、どうですか。なんか六アクトのイメージがあって。じゃない。まあツバだけかどうかわかんないですけどね、飛ぶのは今回。すげえ眠そうなんだけど。眠くなっちゃう。はい。次、あ、俺か。はい、俺二つぐらいの言っていい？はい。一つ、は、ずるくない？点数稼いで。さっきも一個も話してましたよ。しゃべない。はい。一つは、はい、あの、はい、高校受験の時に、あの塾に、あの個別塾に通ってたんですよ。で、個別塾通ってた時に、その塾の先生が、その個別塾の先生の女の人とだんだん仲良くなって、で多分大学生くらいだったんですよね。で、結構綺麗な人、大丈夫ですか？大丈夫です。結構綺麗な人で、でもすごい仲良くなってきて、でだんだんこうちょっとずつこう距離が縮まってきて、でだんだんそれがね、巻きスカートとか履くようになってきた。で、巻きスカートって履いたことある？巻きスカートありますよね。あれってちょっと男子ってこうちょっと来ない？スリットが見える。巻きスカートわかります？何ですか？ここ巻いてあるスカートってないんですか？先生が履いてたんですか？ありません？バスタオルみたいな。毛布が巻いてあるイメージしかない。そう、でもまさにそれいいので。そうやって着るって。して、だからこっちとしてはどういう構造になってるかわからないんですよ、男子としては。それ巻いてるだけじゃねえの、布一枚じゃねえか。ここでボタンを使ってて、そうそうそう、一枚の布をこうやってここでボタンで留めて、そう、ちょっとここがこう、そうそうなんだ、そうなんだ。だからこっちとしてはもう勉強に集中できないわけですよ。どういう構造になってるんだろう。先生が急に入ってきたんです。そう、入ってきたんです。すげえ前と違って、前ズボンだったのになんかすごいなと思って、
ですよ。あの、僕喋っていいですか。いいですよ、そしたら。そしたら、あの、その、高校受験本当に間近になっても塾にも行かないでもやるってなった時に、あの、図書館に呼ばれて、で、告白されたんですよ。先生に。まだちょい聞こう。で、なんか手紙を直接渡されて、私の気持ちですって言って、電話番号と手紙渡されたんだけど、俺はその当時まだ高校生で、受験もしなきゃやばいと思ってたから、なんかそれに対して何のレスポンスもできないまま悶々と受験勉強してたっていう。相手は何歳の先生？いや、年年わかんないんだけど、多分大学生を卒業したかしないか、多分23歳ぐらい。巻き付くなと何関係だ？ようやを誘惑してる。いや、なんか今思うとなんかね、急に大胆になったんですよ。今まですごい普通にズボンスタイルだったのに、普通にスカートになって、その後その巻きスカートまで俺的にはもう致命的にすげえって思って、うん、え、個別塾って個別室ですか？そう、家庭教師じゃなくて、家庭教師じゃなくて個別塾なので、2人で1人やる。そうあ、いいんじゃないか。やっぱ恋すると服装も変わりますね。変わるんじゃない？どうこの12？マジで見たんだ。違う、なんかハッピーなのが、ハッピーじゃないじゃん。ハッピーって、結局何、いい思いしてるっていうのがモテたエクソンだもん。そう、そしてまた一個なんで落とされないの。あ、ちょっと殺すぞみたいな、殺すぞみたいな。12だなって。めっちゃ分かる。香りが一番モンモンしちゃった。ちょっとさ、もう一つだけいい。最近すげえモモンとしてることいい。ディスカバリーチャンネル大好きなんだけど、ディスカバリーチャンネル見たときに、あのね、あの、この地球上のこう時間ってね、なんか高いとこと低いとこって時間がずれるんだって。だから時計持って同じ人がパッと上がるじゃん。ですげえ高いとこにいる人と下にいる人って、あ、後からその時間を見ると時計がずれるんだって。確かで、上の人の方が時間が進むのがゆっくりなの。で、こっちの下にいる人の方が時間進むのが早いの。重力の関係らしいんだけど、時間も全部歪められるんだ。でもさ、時間が歪められて、こっちの人が早く過ぎて、こっちの人がじゃあその分若く入れるってことを頭で考えると、モンモンしない。でもさ、それモンモンとした話だけど、青春のモンモンではないよ。これ、かずきさん、何モンモンですか？モンモンレベルは120ぐらいしてるんだけど、はい、じゃあ次は次、ちょっと一つ届いてます、ツイッター。はい、ちょっと間違えちゃった。美和子さん、青春のモンモン。高校生の時、尾崎豊さんの歌を聴きながら、自分ってなんだとモンモンすることもありました。今となってはですけど、あの時は視野が狭かった。あの時は今の俺の話が浅い切られたわけすいません。はい、ちょっとありがとうございます。ありがとうございました。まあ尾崎豊さんのね、曲は確かに青春のモンモンの歌、はい、そうですね。はい、すいません、青春のモンモンでした。はい、ということで、カイト。はい、はい、いきます。はい、いいですかね。高校の時、図書委員長をやってたんですけど、図書委員長、はい、で、朝読書の時間がありまして、あった、はい、ありますよね。あった、はい、あった。で、その時に、僕のクラス、男しかいなくて、男って朝読書の時間、本って読む子いないじゃないですか、なかなか、いなかったんですよ、僕のクラスでは。ちょっとみんな遊んだりとかしちゃって、で、それを読ませるためにいろいろな、試行錯誤して、ちょっと本の楽しさを伝えたりとかしたりしたっていう、ちょっとモンモンさ、ちょっとそれでちょっといろいろ考えたんですよ、本当に。本を好きになってもらおうと思って、その子たちにみんなで、ちょっとこの本が楽しいから読んでみないって言われても、いやいいよ、つまんねえしみたいな感じで、っていう。すげえ真面目なモンモンだね。聞いてくれなかったんだね。はい、聞いてくれなかったんですよ、はい、話を。それでちょっともういろいろと考えたりしちゃった。なんか可愛いエピソードですね。解決策は何だった？解決策は何だった？解決策は…バナナ一本つけるとか。いやいや、そういうじゃん。そういうのはなかったんですけど。AV がついてる。いや、そういうのはなかったんですけど、まあちょっとこう、今なんか、なんだ、ちょっと漫画が入ってる本とかあるじゃないですか、小説みたいなのに。そういうのをちょっと進めたりとかしましたかね。はい。汚れのないもんもんだね。
その海斗の話を聞いてるその映像を見てたらその、はい、ここでここの腰の香りがモン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 してるお前ムンムンしてんじゃないすごいなるほどね、なんか若いね、若くていいね、はい、話でございます。真面目だね。なんで図書院になったの？あ、これはですね、まあ、これもちょっと話すの長いんですけど、最初、生徒会長になりたかったんですよ。で生徒会長にあの慣れなくて、じゃあ初期ならなれるだろうと思って初期になろうと思ってたんですけど、初期にもなれず、で最後に投票制、そう投票制なんですよ。でなんかもうあんなのあのこう自分の思い伝えてもみんななんか人気投票みたいな感じになっちゃうんで、結局やっぱサッカー部の一番なんかちょっとこう人気だった男の子が生徒会長になったっていう話で、そこも本当モンモンして、俺の何が足りなかったんだっていう。人気が足りなかった。あ、もういやそれそうですね。なんかちょっと人気投票みたいな。生徒会長とやりたい人なんだね。やりたかったです。なんで？いやもう学校 の、 変えたかったあの文化祭とかちょっと来場者数とかが低いっていうのはあったりとかして、ちょっとなんか今年は増やしたいなと思って、じゃあやりますって言って。運営のや。運営のことまで考えて。変えたいなと思って学校も。ただモテたいとしかやりたくないけど。そういうのはちょっと危なかった。生徒会長って、さあ、カズキさん、生徒会長ってモテます？生徒会長モテるでしょ。モテないよ。モテますか？だって生徒会長が主人公の少女ドラマとかいっぱいあるじゃん。それはドラマで磯部さんが言ってた。痛々しいな。私中学校の時ですけど、生徒会長。ああ、そっか、生徒会長。そういう感じで。はい、ありがとうございます。意外なあれでしたね。それではちょっと、モモン先生、香り。なんか全然恋愛話じゃないんですけど、まだ全然いいですよ。私小学校4年から中1、2ぐらいまで空手習ってたんですよ。初耳。でもすごく嫌で、稽古がもう痛いし、そんなんかもうほんと打ち合うから顔とかすごい当たるんですよ。で行きたくない行きたくないってずっと言ってて、でも結局黒帯取って、で、あのその道場にいる子たちが結構ちっちゃい子が多いんですよ。だから一番上になったんです私が。でみんな上の人とか辞めちゃって、で私があのまあ黒帯だし一番こう上みたいな形でずっと道場を回してたんですよ。そしてある時その男の子と組手、もうほんとパンチみたいなやる時にガンって顔入って、で、あ痛いと思って、あでもダメだダメだってやろうとしたらピロッって血が出て鼻血が出たんですよ。その瞬間私すごい泣いちゃって、で最後の道場で一つ何々って言わなきゃいけないの私だったのに、もう泣きながら一つ何々みたいなって言って、で結局もうそれから稽古行くのがすごく恥ずかしくなってずっと行かなくなって、だから在籍はしてるけど行かないみたいなっていうんで、ずっとモンモンしてっていう話を。長いな。それと？それと何個かあるって。それとなんだ、すごく、その空手の時に。空手の時に。どういったモモンが？でもその頃まだこう。うん、そう、まだモンモン見習いぐらいだった。あ、だからあれだよね、だから道場に行きたいのに行けないモンモン。そうです。あ、でもそれがなかったら、でも道場に行くの好きだったんだ。じゃあ結構空手は好きだったんだ。いや好きじゃない、好きじゃない、好きじゃないけど、なんだろうね、やらされてる感。俺も剣道そうだった。で、なんでしょうね、あれ。でもやっちゃったからやるしかないっていうか、実際始まると全然別にいいんですけど、行くまでがすごい辛い。道場寒いしね。そうなんです。あ、お前もやってたんだっけ？やってたんですか？私、合気道2段を持っております。すごい。僕、剣道3段です。いや、自慢コーナーじゃないですか。分かると思った。なんか、ネタ振りとかしなかった？お電話です。はい、お電話。話したかった。ネタ振り道場スネとか入るともう二度と行きたくなくなりますよね。あ、そうだ、梅も僕も空手やってたんですよ。空手ね。あ、そうなんだ。もう黒帯です。黒帯？え、
何段だろう。俺2段だから。あ、あって。大人げないですね。はい、じゃあもういいかな。はい、いいかな。終わり。最後僕ね。じゃあ最後、かずきさん。あ、ちょっと待ってください。はい。まあ、僕という人間はですね、はい、中学高校と人の顔色を伺って生きてきたわけですよ、はい、嫌われないように嫌われないようにっつって、はい、でそのために習得したのが自分はバカだと、バカな答えをみんなに聞かれた時に言うことによって周りがこいつバカだなって笑う、もうそれだけでいい、それだけでもう関係が取れるって言って僕はそうやって生きてきたの、はい、そうで、だからとにかく嫌われることが怖かったんです、はい、情けないことに、はい、でそんな僕がひょんなことから虚構の劇団に入ることになりまして、はい、で19歳の頃かな、ね、19歳の初めての旗揚げの顔合わせだったんだけど、そこで俺の目の前に座ったある男が、それは彼の名誉のために名前を伏せるけども、俺お前みたいなやつ大嫌いだからって、いきなり言うわ、聞いたことあるぞ、はい、俺お前のこと大嫌いだからって、はい、で嫌われるのが嫌な僕としてはもうそんなことをこれからね、うん、役者でやってこうっていう時に初めての劇団で第一声でそれを言われた時のもう悶々ってすごいわけですよ、はい、俺はこれからどうやって生きていけばいいんだと、うん、しかも彼は人生の先輩だ、うん、でそんな先輩もう怖いから何も言えなくて、うん、でもこれから一緒にやっていかなきゃいけないからどうにかしようと思って、まず呼び方をね、普段三上さんっつってたんだけど腕上げたんちゃう、腕上げたんちゃう三上さんっつったのをまず俺ヨエって呼んでいいかなってファミリーマートでね言って、コピー取って、あ全然いいよっつって、でそれだけじゃちょっとまだ同等には立ち会えないなと思って、僕家がなかった時期があるんです東京で、はい、そうあったね、引っ越し時期でちょうど家がなくなっちゃって、うん、でも東京に稽古来なきゃいけないって時に、うん、誰に勤まろうって思ったら真っ先に一番俺を嫌ってた妖艶の方に行ったの、うん、仲良くなりたいがために、うん、で妖艶にコアラのマーチ1個持って勤めてくれないかとそれがコアラのマーチ1個、そうそうそう、なぜかコアラのマーチを1個だけ持って、そうなんだ、そうでそれ3回ぐらい続けたのかな、3回ぐらいやって、3回ともコアラの前そんでやっとヨエと俺は違うと、俺は本当にバカなんだ、嫌われたくないように確かに生きてきたけども俺はそんな悪いやつじゃないっていうアピールをいっぱいしたんだよねヨエ、そうだっけ、そんなことあってで、それをヨエはどう思ったか知らないけども、やっとそれで仲良くなって、まあこう8年続いてるわけなんだけどもっていうもんも、だから僕何が言いたいかっていうとねそう、何が言いたいかというと、嫌われるのが怖いのは確かに今もそうなんだけど、やっぱりねいけないとまとまってないですよ、まとまってないんだけど、なんか例えば飲み会も結構俺は行かない人だったんだけど、ヨウエイがすごく飲み会来い来いって言うから、僕はずっと無理やりにでもちょっと付き合おうとしてたんだけど、今じゃもう全然普通に行くんだけど、なんかそれも本当にその人と仲良くなりたいんだったら、僕はたとえその彼との関係が気まずくても行くべきだと思うんですよじゃあなんだろうな、仲良くなりたいのならば、いやすごい悶々としてるみんな、何何何、仲良くなりたい、誰に向けて喋ってる仲良くなりたいならば、僕はその人のところに飛び込むべきだと思うんだっていう話、ためになるね、すごいわ、そうですね、じゃあなんかね、じゃあ最初の方、ああ変わらない文句あんのか仲良くしなさいよ、もう仲いいんですよ、仲いいですよね、いや最初の方ね、最初のカズキが結構なんだろうね、俺もなんかごめんねそういうこと言って、でも ね前にひどいよね、ひどいと思う、前にこの劇団にいたね、ワイザキさんとかはね、ひどい男なんだねそう、僕は当初本当に最下層の人間だったから、最下層ではない、ストレッチ中に顔を踏まれるとかよくあったんですよ、俺は踏めない、誰かとは言わないけど俺じゃない、顔のストレッチ一人それもだから、なんで踏むのっつったら、いや人の顔を踏んだらどんな気持ちになるんやなっつって、
こんな気持ちになるんだよ、こんな気持ちになるやな。まあまあまあ、まあそれはいいんですけど、うん、そうでも一番仲いいじゃん今は。だから仲いい、だからそれは俺がコアラのマーチを持って一番苦手な先輩のとこに3回も泊まりに行ったから。確かにめっちゃ勇気あるよね。でも俺もね、あの頃ちょっと尖ってたんで。でも、サメちゃんは言ってましたよ、この二人兄弟みたいって。サメちゃんはね、兄弟みたい。だって何年かんだって、一番だって俺ん家泊まりに来てさ、コアラのマーチ1個でさ、ビール買ってこようと思うんだけどさ、コアラのマーチ1個だけずっと固くなり。19歳だからね。まあね、いやいや、いいね、でも青春だね。そう。確かに青春だったね。そう、俺もあの頃はね、すっごい嫌いだったんだよ、カズマ。今はもう大好きです。ありがとうございます。モンモンは解決したのね。したね。モンモンは解決しました。だからあれだよね、結局はちゃんと一回ぶつかんないと本当に仲良くなれないよってことだよね。思うよ。あとコアラのマーチね。あとコアラのマーチね。そう。コアラのマーチは万人受けしますから、嫌いな人いません。あんまり好きじゃないです。千葉さん、もらってみてくださいって。もらってみてください。まあ、あ、確かにこれ買わないなって思うから自分じゃ。そんなことないよ、買うよ。コアラのマーチ美味しいよ。え、わざわざ買いに行く。うん、行く行く。はい、ということなんですが、カズキが鳥でしたけど、初の鳥でしたね。どうでした、モンモン。もう解消されたからゼロなんじゃないですか、それは。あ、ちょっと上手い感じに今食べたんで。本当に、うん、ありがとうございます、うん、ということで、まあ今日はモンモンがテーマなんで、こんな感じでモンモンで終わっていこうかなと思ってます。まあでもモンモンで終われないところもありまして、告知がね、いろいろあるんですよね。はい、はい、まずは、はい、まずはこの青春のモンは最後でいいんじゃないですか。2月の、17までやるんですけど、はい、その10日後、2月の27日から、あの虚構の劇団の研修生がの一人芝居発表会があります。先にそれ言うのね。はい、順番じゃなくて、はい、あ、順番の方がいい。いや、いいよ、はい、ですか、すいません。はい、すいません。93そう、負けた。そう、負けた。すいません。あ、すいません。そうですね、はい、一人芝発表会、チラシの前です。2月の27日の2月27日、28日、2日間、新宿のシアターミラクルでやります。で、後ろの研修生4人と、はい、あと美月が挑戦します。一、はい、人芝居発表会、はい、で、前売りのチケットが1300円で、今チケット受付中です。お願いします。ツイッターなので、はい、じゃ今本書きながら、はい、そうなんですよ、実は。大変だね、実は。はい、とっても、それはとても大変だ。え、もうできたの？台本はできたの？もうちょっと、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 もうちょっと。最近タイトルが発表されたらしくて。そうなんですよ。あ、じゃあタイトルをぜひ。はい、自分で言う？タイトルも自分で決めた。自分で言おうか。はい、じゃあ自分で言います。はい、私、木村美月の一人芝居発表会のタイトルはファザー&コンプレックスです。あら、まさにさっきモンモンのお父さんの、ずっとお父さんを題材に、題材にさて、正座はするのでしょうか。正座はするのでしょうか。いいね、ちょっとした告知もいいんじゃない。はい、はい、ネタバレになれない、ならない程度で。はい、はい、次マナー。はい、私の一人芝居台本のタイトルはマネキンでございます。マネキン、マネキンです。どんな話。マネキン、何ですか。なんかエロそうだね。ま、うん、え、いいですか、それだけで。大丈夫です。はい、で、梅は。はい、僕の一人芝居のタイトルは一番長い日です。あ、一番長い日、なんだろう。タイトル、想像力がかきたてられますか。はい、ぜひお願いします。はい、あとカイト。はい、私、熊谷カイトの一人芝居のタイトルは、ショーでございます。ショー。はい、ショー、漢字一文字でショーです。ショー、はい、かける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 、ショーで、ショー、飛ぶ、ショー、笑うじゃなくて、どんなお話なの。まだ、まだいい、まだいい、一度目。はい、じゃあ、けんちゃん。はい、僕、佐賀健之介の一人芝居のタイトルはニューヨークタイムズです。ニューヨークっていう、あの、お風呂に入るってニューヨークに、まあ、タイムズっていうダジャレちょっとかけてますね、いろいろ、お楽しみください。はい、ありがとうございます。いろいろ、これは、はい、で、
はい、で今回のですね、まあ、メインでございますな、はい、青春の門、はい、宣伝お願いします。あと10日ぐらいで稽古も終わりで小やりになります。2月3日水曜日から2月17日水曜日まで、え2週間もやんの？2週間もやるの？すいません水曜日から水曜日まで、うん、はい、制作さんがちょっとびっくりしました。知らなかったのかな。水曜日までやります。で、休演日ないの？今ですか？はい、新宿3丁目のスペース雑誘でやります。チケット3800円で今発売中です。はい、青春チケット25歳以下のお客様対象にした割引チケット2500円で販売しております。珍しいですけどこれ学割じゃないですからね、25歳以下の方はもうそれだけで2500円になるってことでね。はい、そうです。で枚数限定なんですよね。はい、枚数限定なので まだ結構まだ大丈夫なので、はい、ご予約お待ちしておりますですね。はい、青春の門、稽古今佳境に入っておりますがどうですか皆さん、青春の門の稽古は。さて投資タケちゃんどうですか。俺か。千葉さんの演出のもと、はい、初めてですもんね。初めての千葉さんで、そう、初めての、本当に初めての感覚が多くて、他と比べたら失礼なんですけど、すごく楽しく毎日やらせてもらってますが、悩むことがたくさんで、うん、これがあと10日でどう自分が変わっていけるのかなとは未だに思ってます。僕らはね、大学生ね、そう、大学生の役なんですよね。まあ、僕は32だし、たけちゃんは年は言わない方がいいんだっけ。いや、全然大丈夫ですよ。36です。6でしょ。大変だよね、だって現役学生の中に入ってやらないといかんですね。そうなんですよね。まあ、そうね。でも、すごくその昭和30年代 の民主演劇、演劇革命を掲げた放浪のために出た学生たちがたどり着いたのは函館北の地で、彼らを迎えたのは厳しく容赦ない現実。生きるため、戦うための演劇、その幕は上がるのかということで、これは本当に学生の方に見てもらいたいね。その昭和30年代の学生の方たちっていうのはこんな風に熱く、なんかその方、なんだろうね、ちょっと熱がちょっと違うよね、また。そうだね。すごくその熱量が多いなっていうのは思ってた。ただの演劇ではないですよね。そうですね。確かにね。うん、どうですか、あの研修生の方々。いやもう、前回ね、虚構で方々ソングに出て、で今回虚構の企画としては2回目ですけど、ね。はい、いやもう毛色が全然やっぱり違うなとは思うんですけど、でも毛色？はい、お芝居の毛色が違うなと。難しい。でもやっぱりそれはそれその違いもすごい楽しめてますし、すごい楽しいです。毎日毎日新しいことが分かっていくのがすごく楽しいなって思いながらやってます。発見だね。発見ですね。嬉しいです。どうですか？夏子さんどうですか？夏子はだって昨日合流？夏子はもうちょっと前に行ったよ。そうだよ。夏子はあの何回か千葉さんの演出受けてると思うんですけど。そうですね。あの千葉さんの演出ってすごくあのご自身も役者さんだからかもしれないんですけど、なんかすごくいろんなものを見つけてくださろうとする、その人一人一人、毎回本当贅沢だなと思って、あの本当にこう探し出す宝物を見つけるような作業を丁寧に時間かけてやってくださって、私はもう本当にこの稽古場にいるだけですごい楽しいです。皆さんにもね、ぜひ見に来ていただきたいと思います。はい、はい、いやもういつもしないもってね、千葉さんがねいや千葉さんでも持ってるしないが短い小さいしないでこうってね、いや本当に伊藤さんどうですか、稽古は。体が痛いです。体痛いですね。俺も体痛いです。でも昨日初めてなんか熱量みたいな感じたので、あ、感動しました昨日の稽古は。わあすごい。そうですね、2016年じゃなくて昭和30年の熱量が、はい、確かにね、熱量すごいですよね。確かにものすごい熱量感じますけど、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。ぜひぜひぜひ。どうですか。私はそうですね、私の中にある数少ないものを千葉さんが伸ばしていってくださって、で
で、それでまた新しいものも自分で発見できるように演出してくださるので、すごい勉強になってます。楽しいです。そうですね、演出してくださるんだよって後ろに香り。いや、なんか毎回稽古してて、うん、やっぱりもう発見も違うし、あと、なんていうんだろう、みんなの変わっていくところとかも、ね、本当にすごく面白くて、自分も頑張ろうじゃないけど、でもおのずとね、そういうのを千葉さんが引き出してくださるので、本当に楽しいです。ぜひ見に来てください。なんかその昭和30年 の、 その登場人物になるわけじゃないですか、うん、どうですか、そのやっぱり距離あります。最初はその台本読んだ時に、自分たちが芝居と向き合ってるものと、ここの台本上の昭和30年の人が芝居に向き合ってる姿勢だったり、なんか気持ちのなんか力だったり全然違って、うん、そこに戸惑ってたんですけど、ただなんかやっていくうちに、あ、自分が詰めようとか思うんじゃなく、なんか素直にこの芝居に向き合って、でいろんな人見ていったら、あ、近づいていけてるんじゃないかっていうのをちょっと実感してるので、信じてますはい、これ絶対見てもらいたいですね。絶対これ見た方が本当にいいと思います。絶対に、うん、ね、千葉さん、はいはいありがとうございますそうですね、僕らは千葉さん何ね、千葉哲也号に乗ってこの世界のどこかにあるワンピースを探して自分がうまくなかこの世界のどこかでもずれ始めますまあ絶対に面白いので見に来ていただければ絶対損はさせませんので、これは自信を持っておすすめします。虚構の旅団でございます。青春の門です。絶対見に来ていただきたいです。最後、何か告知あればぜひぜひ。あ、じゃあ、はい、時間もあれなんで、全然大丈夫ですよ。ツイッターやインスタグラムで、はい、次々と告知をしてまいりますのでチェックしてください。あ、はい、伊藤くんは大丈夫です。伊藤くんあるよ大丈夫です。本当に、はい、青春のもういっぱい、はい、伊藤くんは明日映画だから大丈夫ですか告知、皆さん大丈夫ですか。はい、はい、生電話も大丈夫です。はい、では生電話もですね、皆さん生電話じゃなくても当日券でも全然来てください。お待ちしてますのでということでございますね。ということで、まあ、今回の青春のもん、虚構の旅団ボリューム3青春の門特別編でございました。それでは皆さん、劇場でお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。